17歳の、学生で、父親が教師をやっておりまして、給特法という法律があると思うんですけども、給特法は、いわゆるその残業がないという、その、大文化で言ったらそういう法律で、だけどその残業がないという概念が結構怖いことで、どんだけ働いても残業っていうことが認められないっていう世界で、その、よく YouTube とかで過労死とかそういうのがいっぱいあると思うんですけど、その、それで、教師、特に公立の教師って、その、入った時に、教師は特殊な職業であるっていう言い訳で、その、どんどん、その、逆にその教師も、入る時に、その教師は特殊な職業であるっていうことに、で、教えられて、それに、自分が残業代がないってことで、それで、その、その、結構その残業代がないままで、その、ずっと自覚がないまま、その損してるっていうのに対して国会ではどうやって話し合われてるのかなっていうのが気になります。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。17歳の方からのご質問をいただきました。親御さんが学校の先生をされてると、でそこにおいてもういくらでも残業させられるような状況になっちゃってて、逆に言ったら残業しないと仕事が終わらないような状況にされてしまってるって話ですね。でそこに対して残業代つかないっていうのが学校の先生なんだよと。でその理由は何ですかってことなんですけど、学校の先生っていうのはものすごく偉い人たちなんだよって、いわば聖職者なんですね。お坊さんとか牧師さんとかそういう聖職者と一緒なんだから、残業代なんて欲しがりませんよね、求めませんよね、そういう性質のものじゃないですよねっていうことで来てるわけですよ。ふざけんなですよ、人間なんだから。でそれだけじゃなくて、やっぱり教育に対して日本は予算というものをやはりケチり続けてるわけですね。で教育に金をかけない国家の、もう逆に言ったらもうトップレベルにいるぐらいなんですよ。 OECD 先進国グループと呼ばれるようなもので見てみたとしても、教育機関に対する公的財政支出 GDP 比で見てみると、何かって言ったら教育にどれほど金出しとんねんみたいな話ですよ。日本は、下から2番目、教育に金出さないドケチ国家なんですよ。個人や家族に教育受けたいんやったら金出させろということであったりとか、教育というものに対してお金を出さない、これ OECD で見たら平均ここですよ、平均こっちの赤でも日本はここで、結局その残業代出さないってことを考えたときに、どうして出さないんですかって言ったら、そんなもん残業代出し出したらものすごい残業してるからむっちゃ金かかるやないかって、それだけですよはっきり言ったら。だから逆に言えば何が必要かって言ったら、残業を減らせるだけの人を新たに雇うってことをしなきゃダメなんです。保護者対応、クラブ、いろんなものに対して先生がやらなきゃいけないっていうのは地獄の働き方、これ続けてたらなりたい人減りますよって、なりたがる人少ないじゃないですか。もう結果っていうかもう答え出てるんですよ。だからやらなきゃいけないことは何ですかってことなんですけど、もう普通の働き方と一緒、残業代ってことに対してはしっかりとそこは出していく。それだけじゃなくて教育現場の人を増員する。で、それだけじゃなくてやっぱり一クラスっていう単位の人数を減らしていくということが、やっぱりより充実した教育、子どもと先生との間、生徒と、教師との間のリレーションというか関係性もしっかり結べるわけですよね。今言ったようなことをやるためにはもう金の問題なんですよ。金出せよって、非常にシンプルです。それ以上でも以下でもない、そういうことです。それやっていった方がいいです。やらなきゃダメなことだと思ってます。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。皆さんからのご質問に山本がお答えをするというコーナーでございます。答えられないときはごめんなさい、誰か助け舟出してください。この後あなたの番です。